それとダルビッシュ投手の話ですけど、はい、手術に踏み切ることになりまして、もう今シーズン絶望なんですよね。はい、トミー・ジョン手術というですね、はい、右肘の靭帯がまあ部分断裂しているということで、はい、移植手術を、まあ、靭帯を他の部分からもお尻から持ってきたりすることが多いんですけどもね、はい、その手術を受けることになりますと、まあ、最短でも13ヶ月は戦線離脱というのが一般的な復帰までのスケジュールということになりますね。はい、で、まあ、先週僕アリゾナのキャンプ地の方で取材していて面白いなと思ったのは、もう球団関係者は1日でも早く手術を受けさせたいんですよ。そうなんですか。もうセカンドオピニオン、サードオピニオン、まあ、別な意見聞かなくてもいいから早くやろうよっていう気持ちだったと思います。まあ、ダルビッシュは多分サードオピニオンを求めたんだろうなと思いますけども、まあ、もしね、もう先週手術の予約が取れてしまっていたら、はい、アメリカ人の球団関係者の考え方としては、はい、来年2016年のシーズン1週間早く戻ってきてくれると思うんですよね。そうなんですね。そうすると1勝分か2勝分来年違うぞっていう計算するんですよ。はこのあたりはドライですよね。そうですね、迷ってる場合じゃないよって、まあそうは会見とかでは言いませんけれども、間違いなくそう思ってます。その1勝とか2勝っていうのはやっぱ大事にするんですね、来年の。なんといってもですね、まあ、例えばですよ、去年2014年のシーズンシアトルマリナーズ、はい、1勝の差でポストシーズン進出ができなかったんです。あ、そうか。で、そういったことが珍しくないから、はい、1勝2勝ってことをものすごく大事にする。そしてその先には、まあ、ジェネラルマネージャーとかね、はい、球団社長とか、はい、自分の首がかかってるんですよ。まあ、今年難しいわけですよ、もう現実問題、テキサスレンジャーズは、はい、ダルビッシュの戦線離脱によって、まあ、要はローテーションの1番手が、6番手ぐらいの選手に変わってしまったことは10勝分ぐらいマイナスになるだろうというふうにみんな見るわけですね。はいはい、10勝違ったらもうえらい違いですよね。それは違いますね。つまり今年ポストシーズンは進出は無理なんですよ、これ。まあ多分無理だと思います、僕も。あ、そうですか。紙の上では。うーん、他の球団戦力充実してますしね。となると、まあ、球団経営者としては、まあ、今年はダルビッシュがいなかったので仕方がないかなっていうふうには思ったりもしますけれども、まあ、ある意味もう来年に向けてどういうふうにチーム作りしようかっていうことさえ考えていると思うんですね。そうなるとダルビッシュがまあ13ヶ月、来年2016年の開幕に間に合わないとしても、はい、なんとか4月の中旬ぐらいに戻ってきてくれないかっていうのが本音だと思うんですね。それは自分の仕事を考えた上でもね。このあたりがアメリカの、まあ、すぐにでも結果を求められるというね、難しいところだなというふうには思いますけれども、手術をするとね、球速が2キロぐらい増すというピッチャーもいます。はい、まあ、リハビリかなり、もう手術した翌日から無理やり動かすんですよね。あ、そうなんですか。で、メジャーリーガーが泣くってんですから、痛くて。そんなに痛いんですか。でも早く動かさないと可動域、動かせる範囲がどん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 狭まってしまうので、もう大の男が泣きながら叫びながらリハビリということになるでしょうから、もう今週からリハビリスタート、ダルビッシュは2016年に向けて、もうスタートするということになりますね。そうなんです。うわ、苦しみが待ってんですね。みんなそうですよね、本当に ね、でもね、そして今回、はい、あのメジャーの取材に行かれて、はい、いろんなメジャーリーガーと話をされて、なんか面白い話を聞けたっていうのを聞きましたけども、最後に質問2つぐらいお願いしますって言って、はい、趣味は何ですかって必ず聞いたんですね。ほうほう。で、そうだな、20% ぐらいの選手が、はい、ハンティングって言うんですよ。狩りですよ、狩り。はあはあはあ。ウサギ、シカ、はい、本当にあるんだなと思いましたね。へえ、そうなんですね。田舎に帰って、まあ、ハンティングだねみたいな。
これはなかなか銃規制は難しいと思いますよ。みんな反対ですよ、間違いなく。そうですね、楽しみ奪うのかぐらいの調子でしたよ。だからまあそれだけやっぱアメリカでは生活にかなり浸透しているってことですよね。で、自分が始めたってわけじゃなくて、お父さんおじいさんもやってたって、子供の頃から、うん、連れてかれてたって言ってましたから、はあはあ、あ、そういう文化なんだなっていうふうに思いましたね。あ、そういうことなんですね。あとレッドソックスのベッツっていう若い選手がボーリングが趣味だって言ってて、ほう、スコアはいくつだって、300って言ってましたね。それほとんどパーフェクトじゃないのみたいな、すごいなって。やっぱり運動神経いいですからね。じゃああれですね、プロ野球選手引退した後もすぐプロボーラーになれますね。できますね、あれは ね、 ね、一番笑ったのは、はい、レッドソックスのマスターソンっていう2メーター近くある選手なんですけども、はいはい、趣味は何って聞いたら、おむつ替えって言ってきましたからね。俺には双子が生まれたばっかりでね、おむつ替えが大変なんだよって、同時に二人もできるぜ、はっはっはみたいな、アメリカンジョーク的なことを言う人本当にいるんだなと思って。この質問なかなかいいなと思います。いや本当です ね、 ね、まあでもアメリカ社会の現実を、まあ、ハンティングと聞くたびに、ああ多いんだなと思いつつね、そういったことも感じられるスプリングトレーニングでしたね。あとですね、あの、はい、生島さん、本庄真理子の表情が見えなかったかもしれないんですけど、はい、子育てって言った瞬間にね、そんなメジャーリーガーでそんなことしてくれるなんて素敵っていうのがね、もう表情に出てました。今もう超素敵ですよ、まあ、シーズンオフね、多分ね、もうやっぱり半年間行ったり来たりだから、そうですよね、単身赴任の選手もいるしね、いや、オフの時だけでもいいんですよ ね、 ね、はい、ね、3ヶ月がっつりね。ありがとうございました。スポーツジャーナリスト生島